辻さんの方からの質問を紹介しましょう、はいはい、はい。まずはラジオネーム岩猿さんからです私は J リーグのメディア戦略や既存サポーターに対する説明が足りないと思っています、うん、まずツーステージ性に対する自分のスタンスを述べますと私は反対派です、うん、しかし今回の CS について率直な感想を述べると質の高い試合が三試合も見るとくことができ面白かった 自分の応援するチームは出場していませんでしたがシーズン前の予想を超えてえ他のサポーターが見ても楽しめる試合であったことは事実ですですからすでに J リーグサポーターである既存客層へ向けた十分な説明が必要だったのではと思いますというふうに、はいね、導入の過程や透明化このあたりについてはいかがですか導入の過程、はい、あのこういった過程<ー>、はい、導入しますという,う、ね、チャンピオンシップ、通世してやりますということですね。はい やはりあの説明がまだまだ足らない部分もあ,あるんだろうというふうふにやっぱ思いますね、私自身ができることであればあのどんどん出ていって話もしようと思っています、えー、それからやさまざまなそのデジタルメディアとか SNS 活用しながら、はいえー、もっともっと身近にいろんな情報を発信していく必要があるなというのはやっぱりあの痛感していますし。うんうん あのこれだけサッカーに対して、ね、多くの人があの問題意識や関心を持ってくれているので、えー、我々側の,そのいわゆる努力は、ねはい、あのもっとやらなきゃというふうに。